アイテム番号 SCP-1005JP。オブジェクトクラスセーフ。左より順に1番、2番、3番レバー。3番レバーは動作中。胸部にタグが見える。強化ガラスで覆う作業中に撮影された。特別収容プロトコル SCP-1005JP の3番、11番、13番、17番のレバーを強化ガラスで覆い、操作不能にした状態で、危険物保管ロッカー内に収容してください。この強化ガラスは取り返さないでください。SCP-1005JP の実験を行う場合、セキュリティクリアランスレベル3以上の職員の許可を得て、研究主任を同席させてください。研究主任の許可のない限り、実験において操作されたレバーは3時間以内に元に戻してください。実験の過程で生成された SCP-1005JP-A、および SCP-1005JP-B は全て金属製容器に密閉し、保存してください。実験、運搬などで SCP-1005JP、あるいは SCP-1005JP-A に触れる場合、除染作業用の防護服を着用してください。使用後の防護服は操作したレバーを戻すまで、すべて金属製容器に密閉し保存してください。説明 SCP-1005JP は縦 0.4 メートル、横 1.5 メートル、高さ 2.0 メートルの詳細不明の金属で作られた、中央部分にくぼみのある工業機械に似たオブジェクトです。くぼみのある前面には合計17個のレバーが取り付けられており、3番、11番、13番、17番レバーは発見時すでに動作状態になっていました。各レバーの上部には縦 3cm、横 15cm のタグが設置されています。上記4つのレバーの上部には古い日本語が書かれています。時代、塗料、劣化状況から江戸時代前期に書かれたものと考えられています。タグに書かれた文字は以下の通りです。3番、米、11番、小麦、13番、大豆、17番、大根、オブジェクト中央部分のくぼみには常にこの4品が入っています。SCP-1005JP はタグに農作物の名前を記入し、レバーを上部に動かすことで動作状態となります。動作状態となった SCP-1005JP はその中央部分のくぼみに、タグに名前を記入された農作物、SCP-1005JP-A を生成します。SCP-1005JP-A を中央のくぼみから取り出すと新たな SCP-1005JP-A を生成します。SCP-1005JP-A は種子、苗木、果実など季節気候に合わせて生育に最適な形で出現します。SCP-1005JP-A は正常な同種の農作物と見分けがつけられません。レバーを下部に動かすことで SCP-1005JP-A は消失します。この消失は SCP-1005JP との距離や SCP-1005JP-A の状態とは関わりなく発生します。SCP-1005JP-A に防護服を着用せず接触した生物を SCP-1005JP-B として扱います。ホイチ、実験記録 A、5 ログ、SCP-1005JP-A、5。実施手順タグに、サツマイモ、をローマ字で記入。その後2番レバーを動作させる。サツマイモ、SCP-1005JP-A、5が出現した場合、助手が、ガラス容器に限界まで SCP-1005JP-A、5を入れて密閉する。また、D-1328 に SCP-1005JP-A、5を1つ食べさせる。その後レバーを戻す。結果 SCP-1005JP-A、5波種芋に近い形状で生成され、ガラス容器に計38個の SCP-1005JP-A、5を問題なく収めることができた。レバーを戻すと SCP-1005JP-A、5は全て消失。D-1328 は SCP-1005JP-A、5 一つ分の体重が増減した。助手に変化は見られなかった。分析タグに記載される文字は言語を問わないようである。また、生成される SCP-1005JP-A の個数に制限はないものと思われる。ホイに、以下の記録は SCP-1005JP の性質を解析する上で特に重要だと考えられています。閲覧の際にはセキュリティクリアランスを提示してください。記録を閉じる、事件記録 D、SCP-1005JP-A18。概要、SCP-1005JP-A の生成、消失と時間経過の関係を確かめる実験を行っていた最中、SCP-1005JP-A18 を生成して32時間48分経過時点でレバーを戻したところ、助手が消失した。監視カメラの映像から、助手は身につけていた白衣を残し、SCP-1005JP-A18 と同時に消失していたことが確認された。現在、助手の行方は不明。
助手は実験の経過を観察するため、約19時間 SCP-1005JP-A-18 と同室に留まっており、実験室やその付近で食事、睡眠をとっていた。事件後の措置、博士の提言により、SCP-1005JP-A へ直接接触を防止するため、職員に防護服の着用が義務付けられました。また、この性質の解析のための実験が提案、受理されました。実験記録 B、5ログ、SCP-1005JP-A-31? 実施手順6枚のタグに、桃、を漢字で記入。その後4番、5番、6番、7番、8番、9番レバーを動作させる。6つの桃、SCP-1005JP-A-31 が出現した場合、D-1339 に SCP-1005JP-A-31 を食べさせ、それぞれ1時間、3時間、5時間、7時間、9時間、11時間経過時点でレバーを1つずつ戻し SCP-1005JP-A-31 を消失させて観察する。結果1時間、3時間、5時間経過時点では異常は見られなかった。7時間経過時点でレバーを下ろした瞬間、D-1339 は消失。衣類のみが残った。分析嫌な予感がする。SCP-1005JP-A を食べて吸収することで、SCP-1005JP は食した生物を SCP-1005JP-A の一部であるとして処理しているのではないだろうか。さらに検証を行う。実験記録 B、13ログ、SCP-1005JP-A-39。実施手順タグに、小麦、を漢字で記入。その後4番レバーを動作させる。小麦。SCP-1005JP-A-39 が出現した場合、まず、イナゴに SCP-1005JP-A-39 をかじらせる。9時間のちイナゴを解体し、それを牛、豚、鶏に餌に混入させて食べさせる。そこから12時間経過した時点で、それらを防護服を着た D クラス職員に通常の方法で調理させ、D-1350 に食べさせる。9時間経過した後レバーを戻す。結果 D-1350 は消失。また、D-1350 の食した牛、豚、鶏は、調理の過程で発生した血のりも含めて同時に消失。調理中に汁物の味見をさせた D クラス職員1名も消失した。分析 SCP-1005JP-A を食し、吸収したものは、それが視認できないほど微量であっても SCP-1005JP-A の性質が伝播すると推測される。措置 SCP-1005JP-A に触れ、その一部でも体内に取り込んだ恐れのある生物は SCP-1005JP-B に指定して、隔離を行うものとする。実験記録 B、15ログ、SCP-1005JP-A-41。実施手順タグに、トウモロコシ、をカタカナで記入。その後4番レバーを動作させる。トウモロコシ。SCP-1005JP-A-41 が出現した場合、それを鶏に通常の餌に混入させて食べさせる。そこから12時間以上経過した後、鶏を解体し、それを他の新たな鶏の餌に混入させて食べさせる。以降、同様の作業を21回繰り返す。最後の個体を通常の方法で調理し、D-1353 に食べさせる。9時間経過した後レバーを戻す。結果 D-1353 は消失。実験で使用した鶏は、そのクソや血のりなども消失した。分析 SCP-1005JP-A の性質は、世代や時間経過などでは減衰、消滅はしないと予想される。追記実験の過程で数匹の SCP-1005JP-B-41 のヒナが生まれたが、すべて消失した。実験記録 B 系列について、博士のメモより、16年に SCP-1005JP を起動しでの稲作を行ったと仮定した場合、現在 SCP-1005JP の影響下にあると予想される生物の割合は、データ削除。ホイさん、SCP-1005JP は秋田県、市の集落跡で発見されました。市の集落はかつて名のある米どころとして知られていましたが、現在は部民となっています。